軍需産業とは、軍隊で使われるものを製造したり販売したりする産業のことである。軍需産業とは、軍隊で需要があるものを製造したり軍隊に対して販売したりすることで、利順を得ている企業軍の総称である。軍需産業が生み出す製品は多岐に及んでおり、軍隊が戦闘時に用いたり戦闘に備えて配備する兵器、 重機類やそれらで使う弾薬や軍用電子機器、また、地雷、手榴弾など、また軍服や兵士が用いる様々な装備など、他にも軍隊が日常業務で使う、資材、毛布、燃料、食料などの多様な製品を生産、販売する産業部門のことである。また、政府との契約に基づき民間従業員を派遣して、 正規軍が行う積極的な戦闘行動以外の補給や保守などの主に兵舘業務を代行する民間軍事会社も軍需産業に含めることがある。特に兵器の開発、製造などに特化している場合は、兵器産業と細分化して呼び分けることもあり、個々の企業や組織に関して、兵器、銃器の売買、流通に特化している場合は、武器商人などと呼び分けることがあり、 またもっぱら兵器、銃器の売買をする組織、人はその行為の性質も考慮して死の商人と呼ばれることもある。資本主義国家では多くが民間企業で構成されているが、それ以外の体制下では国家機関が軍需産業を構成している場合がある。軍需産業は国家防衛という国家が行う軍隊の活動を生産面でサポートする産業であるため、 完全に自由な民主産業とはなり得ず、政府の恣意的な保護政策や時に強制的な政策が行使され、軍事機密の保護のために、個人の移動制限や輸出の制限が加えられる。こういった環境にある産業であるため、新規参入は結果として強く制限される反面、最新の情報通信技術のような、新兵器が生み出せる技術を持った企業が急成長する産業でもある。 発注者が国家そのものということで、契約履行がほぼ安定しており、受注が得られれば民間企業としては、経営が安定できる。現在の世界の多くの財閥や巨大企業が、その繁栄期には、戦争特需で急成長した時期があったように、戦争によって繁栄しうる。しかし、現代戦は、国家財政を大きく消耗させてしまうため、長期的な需要とはなりづらい。 逆に戦争終結で投資が無駄になることも多い。軍需産業にとって、好都合なのは、冷戦のような軍備拡張競争であるなどと言われる。現在は、冷戦終結後の軍縮で、兵器市場が縮小し、軍需産業の統合が進んでいる。全世界の軍事費合計はソ連崩壊前の1985年には1兆2535億ドル。 あったが、ソビエト連邦の崩壊後の1995年には9162億ドル、2000年には8115億ドルと激減しており、予定されていた装備の調達が大幅に削減されることが多くなった。こうした状況下、冷戦期に拡大した軍需産業界は危機を迎え、1994年にノースロップがグラマンを1997年には、 ボーイングがマクドネルダグラスを買収するなど1990年代には多くの企業、部門が統廃合に追い込まれた。2006年現在存在するボーイング、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、レーセオン、イーズといった巨大な軍需企業は1985年には少なくとも20以上の個別の企業あるいは軍需部門であった。こういった軍需に関わる企業では 軍事機密などを口実として、情報開示を行わず、透明な環境での監視や、競争原理が働かないまま、国家から多額のお金を得ている。このため、政治家、民間会社、軍官僚の間での癒着や不法行為の温床となることがある。2006年度は、地球全体で9000億ドル以上が、軍需産業に使用され、世界のあらゆる工業国では、 国内の軍需産業界が発達している。アムネスティ・インターナショナルによって設立されたコントロール・アームズによると98以上の異なった国に拠点を置く1三3 5以上の会社がそれらの様々なコンポーネントと弾薬と同様に消火器を製造している。技術革新が進み武器が効果になるにつれ武器の開発や生産は国際共同が主流となりつつあり、 一つの国で軍需産業を維持、発展させることは困難となりつつある。軍需産業の中でも製品としての兵器を開発し生産する産業では他の産業に比べて以下の点で特徴がある。2007年の世界軍需産業収益順位を2006年の数値とともに以下に示す。出展、しっぷりトップ100世界の武器生産、軍事サービス企業そもそも多くの国で、 軍備に削額は GDP の数パーセント程度であり、またその中でも金額の大半を占めるのは兵士、職員の人件費である。そのため市場規模としてはそれほど大きくない。ストックホルム国際平和研究所によると2019年の世界の防衛支出は1兆9170億ドルでアメリカがその38%を占める。 アメリカに次ぐ中国は13.6%を占める。軍需産業として収益規模が世界一の米ロッキード・マーティン社の2006年の売り上げは世界規模の民間企業で比較すると56位でしかない。同様に軍需で世界2位の米ボーイング社は民間企業としては29位になる。軍需で2位の米ボーイング社と軍需で1位の米ロッキード・マーティン社が 総収益額では、順位が29位と56位と逆転するのは、それだけ米ボーイング社が、軍需以外の部門の売上が大きいからである。軍需3位の米ノースロップグラマン社は、フォーチュン市の世界企業売上ランキングで100位に存在する。軍需4位の米ノースロップグラマン社と5位のレーセオンは216位と306位であり、防衛産業の巨人たちも、世界企業としては、 ウォルマート社やゼネラルモーターズ社、トヨタ自動車社に比べれば大人と子供ほどの違いが生まれる。ただし、軍需産業は軍需部門がほぼすべて国家相手の売り上げであることから、ほぼすべての売り上げが民間相手の企業とは全く異質な存在であり、軍需産業の特殊性や問題点は別に考慮する必要がある。例えば商売相手が国であるため、支払いがスムーズ。 需要が安定しているなどの独自のメリットがある。兵器産業だけで見ても、2000年の防衛企業上位100社の全体の兵器売上高は1570億米ドルしかなく、この6割はアメリカの43社のものである。1980年代半ばの冷戦末期には、世界全体の兵器への支出総額は2900億から3000億米ドルで、2000年代の 約2倍であったので、兵器市場は、急激に小さくなったと言える。また例えば、米国一国の他の産業と比べても、2001年のデータでは、医薬品市場で2280億ドル、自動車市場で6000億ドル、雑貨で5420億ドル、生命保険売上で8000億ドル強、証券で3400億ドルであったので、世界の兵器市場はそれほど大きくはない。 日本の防衛装備庁によると、防衛装備品等の調達額の状況における2018年度の国内調達額は1兆6970億4900万円で、内訳は中央調達が1兆73億7000万円、地方調達が6896億7900万円となっている。冷戦体制の終結に伴って、 軍事産業の需要が減少したが、アメリカ同時多発テロ事件以降の非対称戦争時代の対応のための変化が、20世紀末から現在へ続く軍事産業に業界再編を含む大きな動きを作り出している。冷戦終結の以前から陸上と海上の最新兵器は航空兵器のようなハイテクを多く取り入れるようになり、2000年以降はこの傾向が明確になった。 この傾向が生まれる以前は、例えば陸上兵器代表の戦車でも、海上兵器の代表の巡洋艦や駆逐艦でも、それぞれの専業兵器メーカーが政府からの契約に基づいて、設計と製造を行っていた。しかし、2007年の現在では、それぞれの兵器の中枢部分に高機能電子機器によるネットワーク機能が組み込まれており、単体の兵器としての運用だけでなく、 有機的に結ばれたネットワークの一部としての兵器運用が求められるようになっている。この変化によって、米ボーイング社や米ロッキード・マーティン社のように、単体の兵器に含まれる機能のみならず、ネットワーク全体の機能を理解した上で、システムインテグレーターとしての役割を担える、軍事企業のみが政府からの主契約を受ける会社となれるようになった。 このシステムインテグレーターの役割の中には、将来の拡張や敵味方の兵器技術の方向性を理解、展望し、兵器の全体像を概略設計し、必要な要素技術を開発し、政府の要求に合わせた試作機を完成させ、個別機器や部品をそれを設計、製造するのが得意な企業に振り分けて発注し、最終的な量産までの組み立て、統合作業を監督する、投資。 経費、価格を管理する、などの様々な能力が含まれる。このため、2007年の現在では、例えば、アメリカ海軍の沿海戦闘艦、LCS 計画では、艦艇の製造契約までが、ロッキード社や、ジェネラルダイナミクス社という二十世紀には、航空機を製作していた企業によって取られるようになっている。この流れはアメリカだけでなく、イギリス海軍の時期空母、 CV 会計画は a 米システムズ社とフッツ・タレス社によって共同で主契約が政府と結ばれた。こういったシステムインテグレーターも実際の製造作業のほとんどは従来の造船メーカーに委託することで互いの専門能力を最大限に発揮するようになる。また、こういった動きの一環としてノースロップグラマン社が2000年に インガルス造船所とアボンデール造船所2001年にはノースロップグラマニューポートニューズを合併したようなケースやジェネラルダイナミクス社が2003年にジェネラルモーターズ社から M1 エイブラムス戦車などを作っていた GM ディフェンス社を合併したケースのように積極的に自社内に取り込んでいくという戦略を取るシステムインテグレーターもある。なお、 ジェネラルダイナミクス社は1899年の設立時には潜水艦を建造していた後、1953年のコンベア社との合併 e 後に航空機も作るようになった会社である。ベイハリバートン社の子会社である米 KBR 社や退役軍人によって創設されたブラックウォーターワールドワイドのような民間軍事会社が軍事産業界内で 大きな役割を持つようになってきている。これは、米政府の軍事の民営化政策という、傭兵制度以後の大きな歴史上の変化によって生じたと考えられる。米国軍産複合体の新しい形態となって、定着するか、将来イラク戦争終結後に解消される需要で、あるのか今後が注目される。軍事企業の一覧を参照。ありがとうございます。